n 6 2ーグレットは日本大学工学部と伊藤中航空整備によって共同開発された軽飛行機。空中白に展示されている N-62 海外メーカーが独占していた第二次世界大戦後の日本の軽飛行機市場に国産機で乗り込むことを計画していた伊藤中は前作 N-58 で得られた経験をもとに木村秀正教授が指導する。 日大工学部の学生グループと共に1962年春から独自設計の実用機である N-62 の設計を開始した。1963年には風洞実験が開始され、1964年8月8日に原型初号機が初飛行。飛行試験や正強度試験機による地上での破壊試験などを経て1965年9月6日に、 航空局の1966年にはアメリカ連邦航空局の形式証明を取得している。1965年中には生産型の1号機が完成し、その後1966年までの間に5機が生産され、日大の他に伊藤中航空輸送や中日本航空で商業運航やパイロット育成に用いられた。日大の保有機は 学生の操縦による2回の韓国訪問飛行にも用いられている。しかし、パーツの輸入や生産設備の不備が生産コストの高騰を招いたこと、安価かつ実用性重視というコンセプトや浅い歴史を原因とした内部偽装の貧弱さなどを原因として需要が伸びず、性能は好評だったものの、計6機のみの製造に終わった。機体は全金属製。 セミモノコック構造の高翼単葉機で N-58 と同様に日本の国情を反映して短距離離着陸性を重視しており水平尾翼をアンチサーボタブを有するオールフライング式のものとすることで低速時に優れた安定性、操縦性を発揮することができた。また同クラスの多機種と比べて激しい極技飛行が可能であるなど 他の性能も海外製の機体には劣らなかった。内装は価格を下げるために贅沢な装備を配している。なお、生産型のキャビンは、原型初号機のものから後方20センチメートル拡大されている。2020年現在では、鏡が原航空宇宙科学博物館に展示されている N-62 が唯一現存するものである。ありがとうございます。